んにちは、島正樹です。今年買ったギターを振り返ってみる。たくさんギター買ってるような気もしてたし、皆さんもひょっとしたらそう思ってるかもしれないんですけども、数えてみたら意外と少なかった、今年はエレキギターは4本しか買ってません。で、エレキマンドリンっていうのを1本だけ買いましたんで、合計5本と。去年を数えてみたら去年も4本だったんで、そんなに買ってないなと、ね、で、ここ最近あんまりそんなに安いのは買わないようにしてるっていうだけなんですけども、今年最初に買ったやつはこのマリンライダーというモズライトミニみたいな雰囲気のちっちゃいギターなんだけども、もともとはこういう青いギターで、なんかこの辺がスピーカーがあってそこから音がするってやつなんだけど、壊れてて、でそれ直すのめんどくさかったんで、別にスピーカーいらないやってことで、モズライトのちゃんとしたモズライトのピックアップを1個購入して、でこいつはそれ以外よりもこいつの方が一番高いんですけど、でその辺に転がってたブリッジをつけて、なんかよくわかんないアーム、誰かのお手製みたいなアームをの長いやつをつけて、で、今色を塗って、正面から見ると、キッキーのシオリンモデル、ももクロのシオリンモデルに見えるような、キッキーに色を塗ったんだけども、横は実は微妙な黄色と青のサンバーストというかね、すごい感じになってるんだけども、今のところこの塗装は綺麗にいってます。別に何の問題もありません。でこいつがこうスイッチつけるのめんどくさかったんで、これ両方ともボリューム2つボリュームにして、こっちのボリュームがこいつ、こっちのボリュームがこいつにして、何のスイッチングもできずに、このこことここの音量、2つのピックアップの音量で、サウンドを作るっていう風にやっぱり一応構築しました。でその結果、半年ぐらい触ってきてみて、別に弾きにくさもないし、ちっちゃくて手軽で軽くて、いいなっていう、ここのねボリュームにこのアームがちょっと邪魔だっていう時がたまにあるんだけど、自分で作っといてなんだって話なんだけど、こうアーム使ってる時はボリューム触ってないんだけど、こうボリューム触りたいと思った時にこいつ邪魔だなってちょっと思ったりしながら、じゃあまずリアの音はこんな感じ、ちょっとリバーブ入ってますね今。これでベンチャーズのバッキングをやるって感じ、ちょっとボリュームを7ぐらいに下げて、下げすぎやけど、これにフロントを足すとちょっと温かみのあるサウンドがちょっと加わる感じ、これがベンチャーズっぽいっていう感じもしないでもない。でもバンドの中でこうどうやってサイドギターの音の存在を作るかっていうところが、ちょっと温かくするのかカリッカリのにするのかっていうところのバランスで、こっちのボリュームだけとりあえず触ってればなんとかなるみたいな感じになりました。わかりました。じゃあとりあえずこっちの、じゃあフロントだけの音を聞いてみると、これはもう僕的にはこれはリードギターの方の音、こっちの音なので、サイドギター用としても使えるし、リードギター用としても使える、そんな感じ。もちろんベンチャーズ以外の音楽も別にできますしね。エレキギターっていうのは気分でこのねフォルムのデザインで音楽弾きたくなる音楽が変わってくるっていう、そんで僕は全然構わないと思ってて、テレキャス持つとテレキャスのカッティングみたいなのが弾きたくなるし、これ持てば誰でもベンチャーズ弾きたくなるわっていう、
それは当たり前でいいと思ってます。ちょっと歪ましてみると。というギターを買ってきて普通のお仕事的な歪みのリードギターも弾けるし、別にテレキャスじゃないギターでカッティングも弾けるし、本当はね、本当は別にエレキギターなんてオールマイティだとは思うんだけど、やっぱりイメージとしての自分がそういうものの好みのお話の上で、こういうギター持ったらモズライトっぽくベンチャーズっぽいのを弾いてみたくなるよねっていう。これカントリーも別にできるっちゃう。カントリーはまあベンチャーズに近いか。ということで、まず最初の一本はマリンライダーを色塗りまでやって、あ、ピックガードも作ったんだっていう。で、次が、これはまあ4月に買ったムーンの黒いやつですね。で、買えたのはどこだっけ？ブリッジかな？ブリッジをバビッツに変更して、一応アームはついてるんですけど、今は外してあります。この黒いやつ、黒いやつが、あ、こいつか、こいつは一応、下向けると、フロント上向けるとこっちっていう逆向きにしましたね。こんな感じね。一応またいつもの安いボックスのアンプで試してますんで、大きい音で演奏した時とはまた若干というか、かなり音は違いますけど、録画する時にね、大きい音だとね、音歪んじゃって割れちゃう、歪んじゃうんじゃなくて割れちゃうんでね。今んとここいつは、この間のこいつが一弦13フレットの音が踏ん詰まりになってるんで、フレットのすり合わせをしようと思って工具を何個か買い集めたところです。音としては何の申し分もないんですよね。で、こいつを上げるとそれぞれがハンバッカーからシングルにコイルタップされる。だいぶ音が違うよって、ね、って歪ますと、これをコイルね、シングルにしちゃうと、
になってハンバッカーだと。さあこの違い、こういう違いは言葉の説明を聞いて知るんじゃなくて、サウンドを聞いて、はあこういうふうに違うんだって、だんだん分かっていけばいいことですので、はい、で、ちょっと順番が赤いムーンのさっきの黒いやつと似たタイプの同じ時期に作られているやつだけど、こいつはコイルタップしないってやつね。まだあんまり何も改造も何もしてない、そのまんまの音を楽しもうと思ってる時期で、クイーンでまず最初に行くとフロント、でリアがだいぶ違いますね。カッティングしてみるか。リアのカッティング、フロントのカッティング、まあ、こっちの方が分かりやすいか。歪ましてみます。違いっていうのはさっきの黒いのとこいつと比べるとどう違うのかっていうと、こいつのが抜ける音ではあるんだけど、ぶっ飛びはあっちのがあるって感じ。そういうこと、僕が言ってる言葉で考えるんじゃなくて、その言葉は音の説明を無理やり言語に変えてるわけだから、音でなんとなくやっぱり感じてください。これはこのピックアップを変えるかどうかはまだもうちょっとしばらくしてみないと。あ、そっか、さっきの黒いのもそうだけど、一応後藤のロックっていうマグナムロックの高さ調整ができるっていうペグに変えています。あ、そっか、それで一応全部ここのジャックをこういう ESP 的なジャックに僕は変えていってますね。で順番は前後しましたけど、あ、こいつも4月か。こいつも4月に買ったプレイテックですが、すでにこういうとこはいろいろもう改造してしまっています。で、前に動画でちょっといろんなことは試してみましたけども、一応こいつの、この音の正しい音。これが500円の音ではあるんですが、一応ノイズはしてないのと、こういう音は音でね、なんかいいって感じはあるんでね。で、こいつも安い、どっかのフォトジェニックかなんかについてたピックアップをつけただけですが、まあもちろん高額なギターと比べちゃうと、こいつの持ち味は薄いっていうか、浅いというか、そういう感じにはなっちゃうんだけど、こいつのことしか知らなくって、こいつで ステージ上に持っていけば、こいつはこいつで、こいつの音で何とかするってことはできますからね。単に今ボリュームがちっちゃくなっちゃったって感じがしないでもね。
レキギターについてはこの4本を買ったんですけども、偶然後半3本のテレキャスターが全部この指板状のフレットが平面だったっていう、こう R がついてなかったっていうのを偶然3本連続で買って、そしたらこのプレイテックを持った時にね、あれ R いらないじゃんと思ったわけですよ。フェンダーのネックは R が入ってすごくこう丸くなってるわけですよ。これぺったんこで一直線なわけですよ。これで十分じゃんと思ってて、でその後のムーンを2本買ったやつもぺったんこだったのでございますか。ギターは金額じゃ測れないよっていうのはね、プレイテックのこいつが一番弾きやすい。こんなに僕はムーンのテレキャスがいいってガンガン言ってるくせに、ネックはプレイテックが一番いいんだよ。困ったことに、困ったことに。これはね、しっかり作ってありすぎて、変な言い方やけども、フレットもちゃんと作ってありすぎて、こういうね、こういうフレーズ弾いてるときは構わないんだけど、この辺でちょっとわざとやるけど、今んとここの赤いやつは弦がちょっと落ちそうになってる。それはなんかここが、なんかここの隙間が、ここの隙間がもうちょい、もちろんこれギュッて上に行ってほしいっていう感じか、もしくはここが若干低すぎる、一弦がもうちょい上の方がありがたいなって感じはあって、こういろいろ毎日ちょろ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 触ってるとね、プレイテックのネックが一番握りやすくて弾きやすいんだよね。どういうことなんでしょうか。やっぱりギターは値段だけでは決まらないってことですよね。音はどう考えても、どう考えてもですよ。どう考えてもムーンのがいいんですよ、もちろん。ネックの素材とか出来上がり具合もムーンのがいいんですよ。でも、左手の動かしやすさはプレイテックのが上なんだよ。困りましたね。困りましたね。もう一つ、そしてこのプレイテックとかを紹介しているときに一つ言い忘れていることがあるんですけど、とにかく安いギターは、改造はしにくいです。改造をするということは大変です。例えばここのプレート1枚取っても穴の位置全然違います。ネックの太さ全然違います。正面がここがカポって入るボディの穴の幅、ここの幅、この幅全然違います。とにかく安いギターは改造しにくい。このプレイテックのネックは他のメーカーのボディには合いません。そしてこのプレイテックのボディに他のネックが合いません。そういうことは事実です。事実。その上でね、まあ来年僕はどうしていくんだろうなと思いながら、今年は11月ですか、11月にこのマンドリンを買いました。アンプから音出します。チョーキングには向いてないんで、それを今補おうとしてるのが大変だったけど、
まあ歪まさなくてもいいか。高校のマンドリン部のチューニングを思い出すね。そんな感じで、今年買ったギター4本とエレクトリックマンドリンをご紹介しました。来年は来年でギターが買うのかな、いやもっとまた違うギターを買うのかっていうか、もっと先に他のギターを完成させろっていう話ですけども、ついつい今来年も僕は買いません。今日撮影したい物事を撮影していきますので今年のお掃除は今年のうちに。そんなこと全然ないじゃねえ。